アンフィアットセントラルターミナル、別名バンスーグランドステーションに来ました。来たね。ね、1月19日に正式に、2023年の1月19日に正式にオープンした大きい駅です。本当に規模が大きくて、今後タイの国鉄のメインステーションになるそうです。東南アジア最大の駅。すごい、最大駅タイにあるんで。いや、そう、確かに大きいね。空港みたい感じだよね。うん、空港みたいだよね。駅とは思えない。うん、なんかあのレッドラインっていう通勤電車が2021年から走ってたんだけど、ついに長距離電車がここから出るということで、日本でもニュースになってたよね。そう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 、日経新聞にも載ったし、結構話題になった。見てください、めっちゃ大きい。あの日本とタイが協力して作ったということで、めちゃめちゃ親しみも湧くしね。すごい、私たちもここから出かけるのが楽しみだよね。楽しみしてます。ああ、せっかく開通したので、私もすごい 中が見たくて、ちょっと特に行くあてはないんだけど、電車乗ってみる。乗ってみたいね。行こう。中見ていきましょう。サリカハロー、ハロー、アイワナゴで、チケット、面白いね。超広いね。すごい広いね。なんかあの時計すごい日本っぽいね。確かに、なんか日本の駅って感じだね。やっぱり成功だ。あ、だからか、なんかすごいね、日本の雰囲気あるなと思った。うん、いや、なんかタイと日本のつながりみたいなの感じて嬉しいね。うん、友情の、ね、証の一つ。これからもずっと仲良くやって、ね、ね、行きましょう。ここで待つらしい。ね、知らなかった。ここで待って、で、あのなんて言うんだっけ、メガホンみたいな。メガホンじゃないか、まあ、スピーカー。スピーカーでスタッフの人が呼んでくれるから、その言われたプラットフォームに行く。そうそうそう、ここまで来ると結構人がいるね。ねえ、 MRT の路線に近い方はすごい人が少なくて、うん、通勤電車でね、レッドラインの人が多いよね、あっちはね。そうそうそう、で反対側にぐーっと来ると長距離列車を使う人が増えてくる。うん、ね。バイバイ、サンキュー。優しいね。ね、優しい。分かんなかったから教えてくれた。よし、電車、ロングディスタンス電車乗るぞ。結構人が多いね。すごい人だね。めっちゃ混んでる。しかも入り口は1箇所だけだった。そうそうそう、ここからみんな入るんだって。そうだね。うん、いや、知らなかったね。みんなどこに行くんだろうね。うん、ね、ホームに行きます。ついに、ついにホームに行きます。超広いもん。ここからさ、みんないろんなところに旅立っていくんだよね。ここからタイのね、あちこち行けるのが楽しみだね。いや、楽しみ。すごーい、あまり見ない。めちゃめちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い、この電車。カーナンバー、チェンマイ。後半違う色の電車だね。めちゃめちゃ可愛い。電車、電車に乗ろう。乗るよ。しかも窓全部全開できるよね。楽しみ。景色が楽しみじゃない？窓全開できるなんて絶対気持ちいいよ。
さあ行こう。はい、行きます。入ります。可愛い方はね、可愛い。じゃあ行きますよ。行きましょう。出発。出発。動いた動いた。出発。景色絶対いいな。いや間違いない。切符を切ってもらいます。切符の確認です。ごめんか。切ってくれた。うん、切ってもらいました。これで確認したよっていう証。確かに。あ、そっか、橋の上だね。そう、だから踏切使わないしさ、うん、渋滞も減るよね、きっと。そうだね。うん、ますます便利になっていくね。そうそう。木の椅子なんだね。木の椅子素敵だね。あ、これ同じ椅子だ。結構長くない電車が、ね、長い。そして結構人が乗ってるから ね、 ね、需要があるんだね。楽しかった。降りたね。楽しかったよね。楽しかった。ワクワクした。すごい景色もいいし。うん、そう。ね、風通しも良くて。ね。ラングシート。ラングシート。あれだよね、田舎の方に行ったらさ、うん、もっと景色が綺麗なんだろうね。そうだね。うん。じゃあバンコクと違う景色ね。ね。見れそう。じゃあね、電車。バイバイ。バイバイ。もうせっかく来たから乗ってみようと思って。じゃあ乗ってみたい。チケット買おう。体験で、ね、一息でも乗ってみよう。チケット買いました。いつもと同じチケットだね。ね。じゃあ早速乗ってみようか。行きましょう、うん。
車の音に似てるね。ね、日本の電車の音全く一緒。この電車は日立製造所で作られたっぽいね。そうなんだ。親近感湧く。楽しかったね。ね、戻ってきたね。あっという間だった。ね、超楽しかった。ずっと見ていたかった。今度長距離乗ろう。そうだね。今度長距離で乗り換えてもいいから、これで旅行行ってみたい。そうだね。うん、スーツケース持ってる人もいっぱいいたもんね。これチャレンジしてみようか。タオペ。どれにしようかな。いっぱいあるんだって。試してみよう。コーヒー。プロテインとかあるよ。お、私はちょっとシュワシュワしたもの。あ、いっぱいある。あ、結構メニューあるな。まあレモネードソーダにしよう。いろいろ選べるんだね、払い方も、ね、チャーシュー。お、買えた。できました。あと待つだけ。お、なんか作ってる。中で作ってる。あ、本当だ本当だ。5、4、3、2、1。あ、来ました。出来上がりました。あれ、あ、ここにレモンが。なるほど、混ぜて混ぜて。こぼしちゃいそう。かわいい。なんか入れ物おしゃれね。ね、おしゃれ。こぼしちゃいそう。いただきましょう。いただこう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。コスパいいね。うん、フレッシュな。もう作りたてっていう、うん、ソーダもちゃんと炭酸あるし、レモンもちゃんと酸味ある。お、これからもリピートだね。いや、また買っちゃうかもこれ。美味しいね。めっちゃいい、うん。